今週のキックオフ徳島はパスの距離感選手権延長戦。小玉、森、坪井の3選手はプロの意地を見せることができるのか。ちょっとお願いします。さらにカードゲームを使って選手の人柄にも迫ります。じゃあ俺行こう。そうですね。徳島サッカー応援番組キックオフ徳島。まずは先週日曜日に行われたザスパクサス群馬との試合の様子をどうぞ。10試合を戦い、未だ勝利がないボルティスはアウェーで6位の群馬と対戦。ボルティスは序盤から攻めます。前半6分、ゴール前の混戦から柿谷。しかしゴールラインを割ることはできず、前半23分には柿谷のパスに反応した白井。これはキーパー正面。さらに前半37分には白井からゴール前のヒョンへ。シュートはわずかに枠の外。前半を0対0で折り返します。後半群馬に攻め込まれる場面が続きますが、ゴールキーパースアレスの好セーブで得点を許しません。試合終了間際には相手のシュートを柿谷が防ぎます。結局試合は0対0の引き分け。連敗は2で止まりましたが、依然勝ちがありません。攻めずにちゃんと決めます。確実に。先週パスの距離感選手権と題し、小玉、森、坪井の3選手がおよそ25メートル離れたラインに向かってパスをし、どれだけ近づけられるかを競いました。攻めてた。3回ずつチャレンジをし、最高記録は小玉選手の1メートルになったのですが、ボルティスの選手が1メートルみたいな記録で、確かにいいですか。いや、ダメです。カットで全部全カット。せめてなんか50センチ以内とか30センチ以内みたいな。10だな。そうだね。とりあえずラインに触りたいよ。なんかもうこんぐらいとか行きたい。この辺で騒ぎたい。ということで延長戦へ突入。まずは児玉選手から攻めます。僕は振り切ろう。やめて。決めるわ。ここで超えちゃう。超えちゃうな。超えちゃうか。超えちゃった。ああ惜しい。ついで決めます。まあ。いい。惜しいな今の、これもうめっちゃ綺麗に乗ってる。やばい。じゃあもういいや。ほんまに両方ちゃんと乗ってる。しっかり、うん、これどうなんですか。記録0センチです。もうラストで。ラスト優勝は児玉選手です。俺優勝でいいの。まだ俺らあるよ。やらして。高校だから。児玉選手がプロの意地を見せ、記録はなんと0センチ。ちょっとこの凄まじい記録に森、坪井選手は追いつくことができるのか。
惜しいんじゃない？あー、ちょっとないわ。70センチぐらい。全然ダメっすね。なんぼ？70センチ。70か。オーバーでしょ。おっしゃ、オーバー、オーバーです。ボール当たってなかったら余裕でオーバーやもん。オーバーです。わあ。あ、でもよかった、ちゃんと先輩を立てたんで。立てた？立てた？ということで、第1回パスの距離感選手権、優勝は0センチを記録した児玉選手でした。お願いします。乗ってますね、クロスの上に。まあ、言った通り1位取りましたね。そうですね、はい、ちょっと残念ながら最下位は坪井選手、はい、ということで。悔しいです。悔しいですか？はい。さっきちょっと言ってたんですけど、罰ゲーム何でしたっけ。1位が最下位の人に決めれるってことで、すごい笑顔でニコニコしながら自分の好きなところを3つ恥ずかしい、お願いしたいと思います。ニコニコカメラ、まあ、カメラですけど、ね、満面の笑顔だよ。それでは坪井選手が自分で思う自分の好きなところ3つ発表お願いします。ポジティブなところと、またにこ、気にしないところと、もっと最後笑顔、にこって、サッカー大好きなところです。ありがとうございます。熱いね、非常に。いやいや、すごいいいこと言ったよね。いいこと言ったよね。最後にね、サッカーやっていく上で大事なことだったね。そんなことよりまず練習してくださいってことで。はい。はい。この後はカードゲームを使って選手の人柄に迫ります。お、いいね。お、すごい。よし。はい、今回は櫻井選手と後藤選手と西野選手に来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。今回は皆さんのこうプライベートに迫るべく、ちょっとカードゲームを使って皆さんの人となりに迫っていこうと思います。よろしくお願いします。カードに書かれたお題に沿って2つの好きを提示し、全員でどちらが好きか示します。ぴったり半分に分けられたら1ポイント獲得。櫻井選手から反時計回りで出題していきます。うわ。じゃあ好きなケーキといえばショートケーキかチョコレートケーキっていうの。ああ、チョコ、チョコ。 A がショートケーキ、 B がチョコ。 OK OK OK。 なんでその2つ選んだんですか？いや、分かれそうじゃないですか。確かに点取れそうじゃないですか。点取れそう。いきます。はい、せーの、ドン。いやマジか。チョコ派ですか？チョコ、俺めっちゃチョコ。俺もめっちゃチョコ。めっちゃチョコ。めっちゃショートケーキ。私はめっちゃチョコ。え、いちご来ない？いちごっぽいけどな。いちごっぽいですか？いや、女性チョコ。そう、ね、チョコのイメージないよ。え？いや、失礼になっちゃう。まあまあの言われよ。全然言うよ。好きな月といえば A 4月、 B 10月。なんでその2択なんですか？なんでその2択、これ言っちゃうと多分みんな合わせてきそうなんで。ああ、じゃあ後で聞きましょう。大体わかるっすよ。お前わかるやろ。4月と10月やろ。そういうことやろ。何もわからん。絶対わかる。お前はわかってるから。なんでな。どっちでもいいわ。でも CC って言えばどっちかを。じゃあ大丈夫ですか？決めましたか？はい、いきますよ、せーの、 B。 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 はい。これ負けじゃんすか？これは負けかもしれない。マイナスでしょ。マイナスかもしれない。これはどういうこと？じゃあ4月は俺誕生日。おー、そう、誕生日付き合うから4月。これ10月やります。大丈夫？え、これこっち10月と思って誕生日。全然ちゃうかった。8です。全然ちゃうよ。マナスです。ナスやん。なんで B にしたの？誕生日やったから自分が。あ、じゃあ俺 A か。え、そうですね。めっちゃ意味わかんないよ。私はあれと思って。めちゃくちゃ意味わかんないよ。めちゃくちゃ意味わかんない。最後まで意味わからない。A 4月ってめっちゃ言ってたじゃないですか。この回。A 4月。え、なんでじゃあ、え、10月。
俺はもう単純にお父さんの誕生日が10月だからお父さんここでお父さん出てきたで、吉田選手は秋が好きなんで秋が好き、はい、春は花粉がやばいんで好きなチョコレート菓子で、うん、A がキノコの山、うん、B がタケノコ、うん、ああいいいいじゃん、絶対いい質問、こういうのね、そう、こういうのです。 A がキノコ、キノコ、オッケー、タケノコ、B タケノコ、せーの、B、B、マイナスじゃんこれ。あ、じゃあ4つ下がったらマイナスにしよう。えぐいで。普通にタケノコ。え、普通にタケノコ？普通にタケノコ。普通にタケノコやけど。普通にタケノコ。そうですよね。意見分かれるやんこれ。いい質問やったけどな。好きな調味料といえば、A が塩、B が醤油。いや、飯による。せーの、好きな調味料といえば、せーの、A。 おー、いや、醤油かけて食えば何でも美味しいんでしょう。俺も塩かけたのに何でも美味しい。ここでちょっとじゃ難しい、全然むずいな。